はい、こんにちは、サルーンです。シャドーバースの実況をしていきたいと思います。はい、こちら、ババン。新女の子とは、デデスバイバイデタ、シャドーブルース。というわけで、いきますか。現在が、そうね、なんで6連勝してるんですって珍しい。だけど、その6連勝っていうか、連勝を崩す男。男っていうか、まあ、そうやね。純正ドラゴンです。ここが、一回で勝ったら奇跡やぞ、ほんまにね。ほんとね、診断に期待してます。ほんとに。期待してますよ、いいカード。お願いします。いいカードってこと。強いカードはあるんだけどね、ドラゴンにね。女の子の強いカード、お願いします。ほんとにお願いします。お願いします。なんか主力になるカードお願いします。ホルトだけで足りない。ネクロス神。聖者って困るわ、静かにしてたの。でも息を吐いて心臓を動かしたり、ほんとうるさいったら、なんちゃらなんちゃら。さあ、行くぜー。ネクロー、ネクロー。家族を守るために。ネクロー、どうです、ネクロー。ママ、ルナを守ってね。ああ、事故るよりはマシ。これワンチャン、いや、でも相手に5-5を上げてまでのさ、つう話だよ。序盤いらない。てか、アイラちゃんとか欲しいな。まあ、チェンジできるからね。スカラーが生きてるんだけどね。1で取れるアクションはない。速攻単位の。よろしくな。序盤は、っていうか、ネクロ相手やとアイラちゃん欲しいな。お、一旦アクションなし。打点重視でいくか。さーて、やっつけちゃうかな。いやーでもなー、ハンド交換熱いんだけどね。まだまだお子様ね。ここはね、打点重視でいこうや。そりゃ痛い。神は言っている、打点重視で駆け抜けるよ。ワンちゃん次スカラー2体出して。いや、うん。ビートダウン嘘くせ。ユニコか。頑張ります。ユニコは厄介だな。竜の力か。おっほう。竜の力熱いな。熱いな。熱い。ヒルよ。そりゃ怖いよ。ワンチャンある。ワンチャンある。こういう使い方もありなんじゃないかということで。たまにはいいかな、こういうのね。僕は供物。ワンマの供物さ。熱いね。これビートダウンいけそうだな。あとホルテ。イクマンの魂を君に捧げるよ。満足満足。これ逆にアタックされない感じであいつをスクーし続けるってのも熱い。ヒルよ。ここは進化したが熱い。これで決める。結局はこそあそこの2体処理する気がない。私たちならきっと超えられるよね、ヒルよ。これはぶち込んでいった方が熱いね。戦うのってやばいよね。戦うのってやばいよね。アタックされないデッキいけるんじゃないこれ、もしかして。ちょっと期待してる。ここが生き残るとね、エイファちゃんが生き残り続けると熱い。ランダム除去だったらワンチャンある。3分の1避けられる。てかこれ生き残ったら勝ちやん。6、ね、進化して10点、勝ったんちゃうなんてね。これは定めです。ああ、これは勝っ、ああなるほど。それはそれは強い、それは強い。やってくれたな、やってくれたな、孫悟空って言ったのね。あそこを下手に倒したくないけど、取れるアクションがないから。私、あ強くならなきゃ。手形交換してからよかったやん。アホや。アホすぎる。アホすぎる。魔法は見ましょう。アホすぎるな、俺。痛い。あ、ここで龍巫子は熱いな。魔法は見ましょう。ホルテ引きたかったな。ヒルよ。覚悟はいいか。相手の盾に潰すだけでいい。大丈夫、一緒ならドラゴンさん。これもまた定め。で、ここで開始グレアがグレア出せるからいいんじゃね。結構でも、負の嵐とかやばくね。負の嵐、あ、大丈夫か。今大丈夫。あー。だから嫌って言ったのに。あーれー。あ、明日の私の期待
あまあ、ここでもう掘れて引くだけやね。引けないかな。まあ、ここに行きたいやな、とりあえず。魔法は見ましょう。あー、2倍。いや、でもな、掘るて、掘るて、掘るて、なんでやねん。痛い。なんでやねんと。弱。は弱すぎでは？あの、お願い。グレア、一緒に頑張ろう。命令よ。今こそ、目覚めの時だ。愛は死んでも残るもの。さーてと、掘るって引くだけで勝てそうなんですけど、引けないんですね。あそこだよな。名士の戦士を甘く見るなよ。それ強い。あー、でもあれが。ルナと遊ぼう。あれ引きたい、あれ、あれ、あれ。お前もあの方の元へ送ってやろう。いや、でも辛いな。それ辛いわ。グレア、ごめんね。それ辛い、それ辛い。あん、ごめんね。それは辛いっすよ、先輩。フィストか。フィストか。熱いな。このたぎる力を受けるがいい。私がレッシュ、負けるだと。ここは最悪。ホルテ持ってくる？ウルズねえんだよな、このデッキ。あー、でもあれがあればいいのか。かけるか。魔法は見ましょう。よえ、ホルテどこ？負けた。負けた。負けた。ホルテ、ホルテ引けねえ。なんだこのデッキ。やばない？やばないこれ。だよねー。ですよ、ですよ。わらわの名のもとに。あーらー。聖者ってうるさすぎ。いいぞ、尋常。負けちゃったねー。負けちゃいましたよ。いや、一応戦えるか。とはいえですけどね。私たちの炎で導いてあげる。我が暗黒の翼、落としてみよう。いや、実際あとね、あれがあれば勝ってたんだけどね。落胆させないでくれよ。続きは冥府で。はぁ、あ、押し切れなかった。カメラ強かったね。やっぱ一回じゃ勝てねえわな。いや、いいとこまで行った。いいとこまでは行った。うん、頑張ったよ。よかったよかった。さすがに無理だろう。相手がここからアホやってくれたらチャンスあるけど。お、マジで騎竜兵。あー、なるほど、なるほど。ニコ、頑張ります。な剣術よね。まあ無理だろうや、さすがにな。そこを覆すカードは。決定に終わりはいざ尋常に。あー、まあ無理だべや。1枚で足りねえんだよね。あー、さーてと、来週のサザエさんはトゥトゥルトゥトゥトゥって感じだよね。うん、私たちの炎で導いてあげる。負けまみた。まあ祝福持ってたんだろうな。なかなかやるな。ちょっと道やったな。まあまあまあ。見事なもんだ。無理でしたね。まあしょうがねえ、しょうがねえ。いやー頑張ったけどね。いやーワンチャンはあった。あそこちょっとプレミったかな。そうやな。でもフォルテ引けなかったもんね。てか、それフォルテ深すぎやね。どんだけ埋まっとんねんみたいな話やったね。はい、お疲れ様でした。バイバイです。